こんにちは、ストッカー塾のコウです。今回は音声をね、ラジオみたいな形で YouTube にちょっとね、お送りしてみようかと思います。というのが、今回扱うのは都市伝説なんですよ。で、この都市伝説シリーズ、画像を出すと、ちょっとね、あの、YouTube の規約というのに引っかかる可能性があるので、まあ、音声だけで、えー、皆さんにね、お届けしようと思ってます。第1話なんですけども、 下水道に潜む巨大なワニについてお知らせしようかと思いますね。これは別名下水道に潜む巨大な白いワニというふうなタイトルで語られていることもありますんで、お聞きになった方がいるかもしれませんよね。内容としては、ペットとして小ワニを飼っていた人間が、持て余して下水道に捨てちゃったんですよね。 で、暖かくて栄養も豊富な下水の環境にそのワニが適応して、だん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 巨大に成長してしまったという、そういうふうな都市伝説なんですよ。で、こういうふうな動物にまつわる異常な出来事を研究していた人類学者のローレン・コールマン、こういう方がいるんですけどもね、1843年から1973年までの間に、アメリカのあちこちで考えられない場所でワニに出会った事例を70件以上も報告してるんですよ。 うん、だから事実に基づいてるってことなんでしょうね。その中で下水道でワニにあった事例としてはですね、1935年2月10日付のニューヨークタイムズ誌に載った記事を挙げています。これによれば、ワニはマンハッタンの東123番街にある地下水において、地下道において、雪を マンホールに捨てに行った少年たちにより発見され、レスキュー隊により射殺されたということなんですよね。まあなおですね、なぜ下水にワニがいたのかは不明とされているんですね。で、また同じような例があります。1993年8月、石上公園の三方池で巨大ワニの目撃証言が相次いだため、マスコミが連日報道し、罠を仕掛けるなどの お大騒動になったんですよね。で、結局発見されなかったんですが、まあ,あ、いろんなね、小説のモチーフとなったということでございます。ということで、こういった事実をもとにしてですね、まあ、創作物がいくつか作られてますので、そちらの方を紹介しましょう。まず、小説ではあ、白いワニの帝国っていうのがね、ありますよね。えー、これがね、五木弘きさんですね。 で、えー、軍猫、1963年の筒井康隆さん、これにも同じような描写が出てきます。で、漫画の中ではですね、ストップひばりくんというね、江口久史さんの作品の中にも出てきますし、仮面ライダーブラックという最近の特撮映画にも出てきます。 えー、安浦、鉄筋家族というものにも出てくるそうですんで、えー、確認していくことができると思いますね。で、有名なのは1980年のアリゲーターという映画。ここにも正確に描写されています。あと意外なんですけども、アニメの機動警察、パトレイバーにも出てきたそうなんですよ。テレビ版では38話の地下迷宮物件、そして新 オリジナルビデオでは13話のダンジョンを再びというとね、ここでも出てくるというところでございます。その他にも、こちら、葛飾区亀屋ル降臨前初地図、いわゆるね、こち亀ですけども、こちらの方にも、第145話から193話の中のオープニングで、おいでよ亀屋里の中で、両津がアーケードの マンホールから落下して下水道を泳ぐシーンで白いワニが追いかけてくるみたいなこともあるそうですね。うん。あと、やっぱりね、絶対これには出てくるだろうと思って期待してた方もいると思います。そう。世にも奇妙な物語なんですけども、こちらのドラマの方にも、マンホールというタイトルでね、描写が出てくるということでございます。その他にもちょっと紹介しきれないぐらい、この事実をもとに、数々の創作物が出ていますので、皆さんもね、記憶にあるかもしれませんね。本日は以上です。 こんにちは、ストッカー塾のです今回は音声をねラジオみたいな形で YouTube にちょっとねお送りしてみようかと思います。というのが今回扱うのは都市伝説なんですよ。でこの都市伝説シリーズ画像を出すとちょっとねあのー、YouTube の 規約というのに引っかかる可能性があるので、まあ音声だけで、えー、皆さんにね、お届けしようと思ってます。第1話なんですけども、下水道に潜む巨大なワニについてお知らせしようかと思いますね。これは別名、下水道に潜む巨大な白いワニというふうなタイトルで語られていることもありますんで、お聞きになった方がいるかもしれませんよね。内容としては、ペットとして小ワニを飼っていた人間が、持て余して下水道に捨てちゃったんですよね。 で、暖かくて栄養も豊富な下水の環境にそのワニが適応して、だん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 巨大に成長してしまったという、そういうふうな都市伝説なんですよ。で、こういうふうな動物にまつわる異常な出来事を研究していた人類学者のローレン・コールマン、こういう方がいるんですけどもね。1843年から1973年までの間に、アメリカのあちこちで考えられない場所でワニに出会った事例を70件以上も報告してるんですよ。 うん、だから事実に基づいてるってことなんでしょうね。その中で下水道でワニにあった事例としてはですね、1935年2月10日付のニューヨークタイムズ紙に載った記事を挙げています。これによれば、ワニはマンハッタンの東123番街にある地下水において、地下道において、雪をマンホールに捨てに行った少年たちにより発見され、レスキュー隊により射殺されたということなんですよね。まあなおですね、 なぜ下水にワニがいたのかは不明とされているんですね。で、また同じような例があります。1993年8月、石上公園の三方池で巨大ワニの目撃証言が相次いだため、マスコミが連日報道し、罠を仕掛けるなどの大騒動になったんですよね。で、結局発見されなかったんですが、 まあ,あ、いろんなね、小説のモチーフとなったということでございます。ということで、こういった、あ事実を元にしてですね、まあ創作物がいくつか作られてますので、そちらの方を紹介しましょう。まず、小説ではあ、白いワニの帝国っていうのがね、ありますよね。えー、これがね、五木ひろゆきさんですね。 で、えー、軍猫、1963年の筒井康隆さん。これにも同じような描写が出てきます。で、漫画の中ではですね、ストップひばりくんというね、江口久史さんの作品の中にも出てきますし、仮面ライダーブラックという最近の特撮映画にも出てきます。 えー、安浦、鉄筋家族というものにも出てくるそうですんで、えー、確認していくことができると思いますね。で、有名なのは1980年のアリゲーターという映画。ここにも正確に描写されています。あと意外なんですけども、アニメの機動警察、パトレイバーにも出てきたそうなんですよ。テレビ版では38話の地下迷宮物件、そして新 オリジナルビデオでは13話のダンジョンを再びというとね、ここでも出てくるというところでございます。その他にも、こちら、葛飾区亀槍降臨前初地図、いわゆるね、こち亀ですけども、こちらの方にも、第145話から193話の中のオープニングで、おいでよ亀槍の中で、両津がアーケードの マンホールから落下して下水道を泳ぐシーンで白いワニが追いかけてくるみたいなこともあるそうですね。うん。あと、やっぱりね、絶対これには出てくるだろうと思って期待してた方もいると思います。そう。世にも奇妙な物語なんですけども、こちらのドラマの方にも、マンホールというタイトルでね、描写が出てくるということでございます。その他にもちょっと紹介しきれないぐらい、この事実をもとに、数々の創作物が出ていますので、皆さんもね、記憶にあるかもしれませんね。本日は以上です。